どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している1万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますまたこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますそしてすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは平林初之助作 私はこうして死んだです、えー、平林初之助はですね1892年生まれ1931年没の日本の作家推理作家文芸評論家となっております、えー、この作品はですね 平林初之助の友達から送られてきた手紙をもうそのまま発表するという形で進んでいきます。でその友人が死んでいるはずなんだけれども、まあ、手紙が送られてくると、まあ、不思議な現象から始まっていくわけなんですね。で、えー、なぜ死んでいるのに手紙が送られてきているのかっていうことを追っていくわけなんですけれども、まあ、それに伴って死ぬってどういうことなのかなっていうのも ちょっと考えさせてくれる作品となっております最後までお楽しみいただければ幸いですそれでは改めまして本日朗読していくのは平林初之介作私はこうして死んだですそれでは本編をどうぞ 平林初之助「私はこうして死んだ」「一。私がこれから話すことは全部正真正銘の事実である」「ただいろいろな都合で固有名詞だけは抹消したり改変したりしたが」 事実そのものには一点一角も私は修正を加えなかった本文で私となっているのは私にこの原稿を送ってくれた船井君のことである私は最初三人称でこの物語を始めようと思ったが本人自身の筆で語らせた方が効果的だと思ったので最初の形式をすっかり保存して 若干軸のの修正を施すだけにとどめたのである彼は本文を読めばわかるとおり去年の2月に肺結核で死んでしまい死体は火葬場で焼かれ骨は郷里の墓場に埋められてしまったそれにもかかわらず死後1年たってから彼はペンを取って私に「 この不思議な物語を送ってきたのだ以下は船井君自身の筆になるものである船井三郎私は仮に私の名をこう呼んでおく職業は鉄工である生まれは鳥取県の片田舎で年は三十六歳 両親は20年余り前に2人とも死んでしまったし兄弟や姉妹は元から1人もいないいまだに妻も子もない15の年父に別れてから近所の町を振り出しにありとあらゆる労働をして諸国を渡り歩き地震の年に東京へ出て今のバツバツ鉄工場の職工になったのだ今では立派な熟練校で 円の日給をもらっているから上等労働組合の理事をしている郷里には親類縁者は一人もいないので私はこの20年の間一度も郷里へ帰ったこともなければ郷里の人と音信をしたこともないのだこういう全体的に至って三分的な私の境遇はこれから私が話す妙な犯罪そうだ 確かに一種のに、2. かくべからざる条件なのだ」「以上の条件が一つでも欠けていたら例えば私が鉄鋼でなく管理であるとか私の両親が生きているとかしたら私はおそらく死んでしまわなくとも済んだであろう」「に、 去年の春議会が解散になって普通選挙による第1回の総選挙が行われた当時よほど注意して新聞を読んでいた人は船井三郎すなわち、各いう私が某無三党の公任で東京の大抜区から立候補しそうな取り沙汰があったのがいつの間にかうやむやのうちに、さたやみとなったことを覚えているだろう。私はその時 ただ一身上の都合で立候補を断念すると簡単に声明しただけだったがそれには私だけしか知らない奇妙な事情が複在していたのだ元来私は進んで自分から立候補する意思を持っていたのではない党の支部と組合の幹部との切なる勧めによって半月間も熟考した挙げくしぶしぶ立候補を決意したのであっただが 一旦決意した以上は私一個人としての引っ込み事案はきれいさっぱりと捨てて党のため党の支持する無産大衆のためにあくまでも当選を期する覚悟でいたことは無論だ私の前景は実際素晴らしかった自分で言うのも変だが私は無産党の間では執実な信用のおける党首として過分な信頼を受けていたので 無参三波の選挙協定で他に競争候補を立てないことに決めて三波が一致して私を支持してくれることになったでもし私が立候補を取り消さなかったら確かに私は最高点で当選していただろうと思うというのは私が立候補を取り消した後で残念ながら三波の協定が敗れて無三党の候補が乱立したがそれでも それぞれぞ3人とも当選券近くまでどうにかこぎつけていたからだそれはとにかく私はいよいよ立候補と腹を決めるといろいろな手続きをする上に必要があったので郷里の役場へ宛てて戸籍商本を取り寄せることにしたすると1週間ばかりたってから役場から実に意外な返事が来た。 船井三郎という人間はつい3日前に死亡届が出ており舟井家には今生きている者は一人もいないので戸籍はなくなってしまっているから証本は作れぬという通知であったバカバカしい間違いがあるものだと私は田舎役場のでたらめさ加減を憤慨したが何しろ東京都鳥取県の田舎では 手紙などで紹介していたのでは容易に拉致が飽きそうにないのでまだ誰にもそのことを話さぬうちに当の渋江はちょっと休養で郷里へ帰ってくると言い残しておいて私はその晩の夜行で東京駅をたった都合のよいことには20年ぶりで帰るのだから村には一目私の顔を見て私のことを思い出す人などはいないそれにその日は あの地方に特有の雪空だったので、村へ着いたときには誰にも会わずに住んだ。私はまっすぐに役場へ行った。僕はこの村の船井三郎君の友人ですが、船井君の骨積書本を四通ばかりこさえていただくように頼まれてきたんです」と私は嘘を言った。私自身が当の船井だと言ったのではいろいろうるさいことがあって。 まさかその足で引き返してくるわけても自分の生まれた土地というものは都会にばかり育った人間には想像のつかないほど面倒なことがあるものだそして私はまたそうした面倒なことが人一倍嫌いなのだ小遣いは妙な顔をしてじろじろ私の顔を見ながら立ち上がって奥へ行った。 やがて四十五六のどこか多少見覚えのある目の細い男が出てきた村長は今町へ行って留守でな。なわしが条約じゃが、じゃか用事かなと彼は私の顔を見ながら言ったどうも田舎の人間は相手の顔をぶしつけにじろじろ見る癖があるものだが特に私の村ではそれが極端で。 慣れない人はきっと不愉快に思うだろうと思う。しかし彼は幸い私を知っていない様子だったので、私はやれやれと思ってさっき小遣いに話した様向きを繰り返した。その不ないサブロー中人はこないだ死んだで。こう言いながら彼は立ち上がって大きな長矛を持って何かブツブツ独り言を言って引き返してきた。 私の前へ突き出された戸籍簿の私の名前の方にはなるほど朱の細字で昭和3年2月21日死亡と書いてあった何かか。でででも死んだのですか私はとんでもない間違いだとは思ったがそれでも朱色の不吉な文字を見ると 少々嫌な感じに打たれながら人事のように聞いた何でも東京で死んだちゅう話じゃからわしも詳しいことはよう知らんが肺病じゃちゅうこった医者の死亡診断書もここへ来とるその診断書をちょっと拝見できませんか安いこった彼は奥へ行って書類の閉じ込みを持ってきて そのの一一番上の一枚をしし示した死亡の時という欄には昭和3年2月21日午後4時としてあった死亡の場所という欄には東京市バツバツ区バツバツ町バツバツ番地と書いてあって死亡の原因という欄には肺結核心臓麻痺併発としてあった。 死亡者の氏名は船井三郎すなわち私自身の生命に相違なく生年月日原籍等も私自身のそれと寸分も変わっていなかったただ「現住所」という欄が死亡の場所と同番地になっていたがそれは私の一度も住んだことのない場所だった診断した医師の名前は死亡場所のすぐ近所の町に住んでいる瀬越雄太郎となっていた と私は私自身の死んだことを証明するこの機械な書類を見終わってから狐につままれたような気持ちでしかも少なからず不快な気持ちでしわがれん声で言ったそうするとやっぱり船井君は死んだのかなかわいそうに遺骨もこないだ届きましたよ ちゃんと壺へ入って針金で縛って丈夫な箱へ入れてありました。骨の埋め手がないので役場で取り扱ってちゃんと先祖の墓のそばへ埋めてやりました。そりゃどうもありがとうございました。私は私自身の遺骨の埋葬のお礼を言うときなんだか本当に自分が死んでしまって 現在そこにいる自分は本当に自分の友達ででもあるかのような気がして不気味な寒さを背筋に覚えた「火葬場はどこでした?」と私はもう一度事実を確かめようと思ってこう尋ねた「確か落合いちゅうとこだったな」と彼は小遣いを顧みていった船井君の墓地はどこですか ちょっとついでにお墓参りをしてこようと思うのですが私はよく知っていたけれどもわざとこう尋ねて道を教えてもらったそして助役にお礼を言って役場を出て雪の中を子どもの自分に踏み慣れた道を歩いていった私はみすぼらしい両親の席位の前に立ってしばらく心から名目合唱した そのそばに新しく掘り返した小さな土の盛り上がりができていて新しい外場が雪の中に倒れていたそして土の盛り上がりの上には粗末な白木の位牌が置いてありその前に誰が建ててくれたのか水仙の花が二三輪立てかけてあったそれを見ると何ともなしに涙が出た私は 雪を払い落として位牌の文字を読んだ「天涯孤独神事」「裏には俗名船井三郎」「狂年三十六歳うんぬとしてあった私はその晩村の誰にも見られずに文字通り墓穴から抜け出した亡者のように容疑者で東京へ向けて立った。 私はこの通り生きているだがすべての事情は私が死んだことを証明しているこの世の中に私の生きていることを証明する手段は私が自分でその筋へ名乗り出る以外にないい,いなそれとても確かな手段とは言えぬ村の人は 二十年も前の私を忘れているらしいからただ口頭の証言だけで信じてくれるかどうか疑問だしかし私はそんな面倒なことをしてまで私の生きていることを証明する必要があるだろうか私の生きていることによって爪の若ほどでも私は利益を期待し得ただろうかむしろ私は 誰かのいたずらか知らぬが私を偶然にもこんな奇妙な位置に置いてくれたことを感謝したくらいだ私は東京へ帰ると急に立候補断念を声明したそして誰が何と聞いてもただ一心上の都合を一点張りで押し通してしまったこれは無産党の党首として確かに良い態度とは言えぬだが 戸籍のない人間には立候補の資格はないし大義士になるよりも死んだ人間として生きてゆく方が私にははるかに誘惑的だっただが私は誰にも知らせずにこの真相を私一人で是非突き止めてみようと思い立ったというのは私を殺した人に復讐したりその人に自白を迫ったりするためではなくて むしろその人に自白などをされては困ると思ったからだこの不思議な境遇をずっと続けていったらどんなことになるかを試してみたいと思ったからだで私はまず私の死亡を診断した瀬越雄太郎という医師を訪ねた瀬越医員は診断書に書いてあった番地に間違いなくあった私は 名前を偽っって院長に会った彼はその時の事情をよく覚えていて気さくに何もかも話してくれたついここから2つ目の通りの最初の路地を曲がった右側の家ですよ私を迎えに来たので最初私が行ったのは亡くなられた前の日でしたが一目見てもうダメだってことが分かりました 随分長年患ったものと見えて両方の肺がすっかりめちゃくちゃに壊されてまだ生きているのが奇跡だと思われるくらいでしたからねあの病気の患者は息を引き取るまで意識が明瞭なのが普通ですがその男はまるで強い酒でも飲んだあとのようにひどく心臓が弱っていて熱もあの病気の患者としては異常に高く。 私が見た時はただったので、私はどうにも施すすべがないのでただカンフルの注射をしてあげただけでしたもっとも患者が強く興奮するとああいう症状を表すことは珍しくないのですそれから二度目に行ったのはその翌日の夕方でしたがと彼は。 職業柄少し言いにくそうに言葉を続けた何しろ流感がひどく流行っていて手放せない患者があったものですからつい遅れましてねけれどもどうせ早くお伺いしたところでどうにもしようはなかったのです4時少し前に使いの方が来られてすぐ行ってみましたがその時は もう事切れたあとでした実に珍しい患者でしたよ何でも私が前日診察した時まで一度も医者にかけたことはない様子でしたからねまるっきり青ざめた剥製の人間という感じで息の通っていたのが不思議なくらいでした瀬氏医師の話はこれで終わったその男は、 確かに船井三郎と申しましまたかと私はあっけに取られて聞いた本人は昏睡状態で口を利くことはできなかったのですが玉村というその家の主人が患者のお友達とかで患者の住所生命から原跡まですっかり知っていて私にそう言いました私には玉村という男は全然心当たりがなかったので。 その主人というのはどんな男でしたと尋ねてみたまだ年齢は四十前のようでしたが顎から頬まで一面に見事な髭を伸ばしている人でした私はこれだけ聞くと院長に丁寧にお礼を述べて瀬越委員を去った4 私はその足で院長から聞いた玉村の家へ行ってみたところがその辺りには玉村という姓の家は一軒もなくその家らしいのに貸し家の札が貼ってあった近所で訪ねてみると玉村という人はつい半月ばかり前に引っ越してきて1週間たつかたたないうちにまたどっかへ引っ越していったということであったその家で、 近頃不幸があったと聞きましたが本当でしょうかと私は私にその話をしてくれた一軒置いて隣の京染屋の女将さんに聞いてみた私はよく知りませんけれど何でも引っ越しの前の日にお葬式の自動車が来て死人を焼き場へ連れて行ったとかいう話でしたでも別にお通夜のあった様子もなかったしお経を読む声も聞こえませんでしたわ そしてその次の日のお昼頃にすぐお引っ越しになったのです随分変わった人でしたわどこへ越して行ったか分かりませんかと私は尋ねてみたがもちろん彼女は知っていなかったそして引っ越してきてから1週間かそこらしかそこにいなかったので近所の人はおそらく誰も知らないだろうということであった それで私は近所を訪ねることは断念したが運送屋に聞けばすぐにわかるだろうくらいにその時は考えていたのだところが京染屋の女将さんのお話によると玉村という男の引っ越しの時には別に運送屋が来た様子はなく本人はトランク1つ持ってタクシーで行ったきりでそのあくる日差配が来て貸家の札を貼って行ったということであった そこで私は砂イの家の番地を聞いてそこへ行ってみた玉村くんはどこへ越したか分かりませんかと私は前から玉村の知り合いのような口調で尋ねた1週間ばかり前にお引っ越しになったのですがどこへともおっしゃいませんでしたこんなことがあるといけないと思って移転先を伺ったのですが今番地を覚えていないから 後で知らせるとおっっしゃっていましたでもいまだになんともご通知がありませんのですよ差配の女将さんはいかにも申し訳なさそうに私の顔を見ながらこうわびるように答えた荷物はトランク一つ切りだったそうですねそれがね不思議なんですよ近所の貸し布団屋からヤグを一組お借りになったようですが それにはこないだ亡くなられたご病人がお休みになってらしったようですからあの方はこの寒いのにヤグなしで暮らしていらしったに違いないのですよまさかあの重病人と一緒にお休みになるわけにはいきませんでしょうからね私はこの話を聞いて玉村という男はきっと晩にはこの家に泊まったのではないにそういない。 この十病人をたった一人空き家同然の家に寝かしておいて自分はどこかへ泊まりに行ったに相違ないと考えたこれは実に言語道断なことだがこの寒いのに一週間もやぐなしで暮らすということよりもその方が合理的だと私は考えたのだ私は 玉村の貸屋を中心としてその近所のタクシー屋を片っ端から探し始めたそして2日かかって27軒目のタクシー屋でやっと問題の日に頬から顎へかけて立派な髭の生えたトランクを1つ持った男を九段のバンチから乗せていったという運転手を発見した運転手は私を警察の者とでも思ったのか 非常に恐縮していた。何か間違いでもございましたか何間違いというほどではないんだがちょっと行方を探しているんだから知っているならすっかり話してもらいたいタクシーの運転手にとって何より恐ろしいのは警官である彼らは何か事故が起こるとすぐに 彼ら唯一の生活の資本である運転手免状を取り上げるぞと脅かされるその運転手も一途に私を警察の刑事と勘違いしたおかげでおっかなびっくりですっかり話してくれたそれによると玉村は本郷抜々町の「立憲抜々会本郷支部」という看板のかかった家の前で車を降りて確かにその家の中へ入っていった とということであった私は早速その運転手の自動車に乗ってその家の前まで行った「こちらに玉村さんという方はいらっしゃいましょうか?」と私は中へ入って尋ねた「そんな人はこちらにおらん!」と二十歳前後のこんかすりの着物を着た筋骨たくましい青年が存在に答えた「<笑>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  <clears> ははあここは ババツバツ界のの屈だどうりで玉村の要望封鎖がそれらしいと思ったと私は一人で合点した頬から顎へかけて立派なひげを生やしていらっしゃる方なんですが君は誰だ一体何か用があるのか大方バツバツ党のスパイだろう。我が党の情勢を探りに来たんだろう。 一人の総司がこう答えてすごい目つきで私の様子をチロリと見たい,いえ実は本部の山岡先生からの使いで内々でこちらのご主人にお目にかかる用件ができたものですから私がバツバツ会の山岡総務の名前を口に出すと総司令は急に態度を変えてちょっと2階へ上がったがすぐ降りてきて どうぞお二階へと案内した。私は2階へ上がっていった玉村という男は事務机に向かって何か忙しそうに書き物をしていたが私が上がっていくと急に私の方へ向き直って「さあどうぞ」と応用に椅子を進めた「ちょっと密談があるので5分ばかりお人払いが願いたいのですが」 と私は取次ぎの男に気兼ねするようなふうをしていったよろしい。い君、下へ降りていたまえ。親分の命令で若い葬儀はトントン下へ降りていった私はわざと1分間ばかり黙っていたから突然非常にはっきりとした声で言った僕は。 うというものです。私はたった一言言ってじっと目を据えて相手の表情を見ていた人間の表情というものがこうも急激にガラリと一変するものかと私はその時に思った宗師の親分らしく悠然と虚勢を張っていた玉浦は急に真っ青になって唇の辺りを痙攣的に細かく震わしながら まるで電気をかけられたようにすっくと立ち上がった私も彼が何か暴行を加えるつもりだろうと思ったので反射的に立ち上がったが彼が立ち上がったのはあまりにひどい驚きのためで決して暴行を加える意思でないことがすぐに分かった悪かった君僕が悪かった堪忍してくれたまえ こう言いながら彼は私の前に突然ひざまずいたので今度は私の方があっけに取られたくらいだった宗主というような人間の心の単純さに私は実際びっくりしたのだった彼はすっかり私に話してくれたそれによると彼は労働者仲間に人気のある私がバツバツ党から立候補すると聞いて大変だと思い 私を死んだことにしておけばあとではどうせいたずらだということがわかるにしても一時立候補の手続きが遅れるからその間に持統の候補が棋戦を制して猛運動を続けてゆけば私の地盤が覆せると思ってあんなたちの悪いしんを仕組んだのだということであった君の一存であったのか党の幹部も知っているのか と私は興味をそそられて聞いてみた無論僕の一存でやった仕事で誰も他には関係者はありませんもっとも成功すれば報酬をもらうことにはなっているんですがねそれにしても僕の身元がよく分かったねそれは君の勤めている工場で調べてもらったんです あの工場では君の立候補を喜んでいないからこちらの便宜を十分はかってくれましたよではあの病気で死んだのは誰だい君は罪もない人間を殺したんではないかこの質問を彼はひどく恐れていたと見えて慌てて答えたとんでもない違いますあれは 浅草で雪だれの功労描写を拾ってきたんです。僕は随分世話を焼いて医者にもかけてやりましたよ。もちろんもう2、3日の寿命しかないとは思っていたんですがね。ああいう人間が必要なら浅草辺りを1日かかればいつでも探し出せますよ。本人も道端でのたれ死にするよりは。 畳の上ででで死んだ方が楽ですから、苦毒ですよ。こう答えた時彼の額には汗がにじんでいた私は彼の言葉を本当だと思った。いずれにしてもその点を追及するつもりはなかったので質問を続けていったで君はあの貸家にそんな大病人を一人で置いといたのだねどうも。 あのひどい肺病病やみと一つ部屋の中に寝ることもできませんしそれに夜家をあげちゃこちらで怪しまれますからね玉村という偽名であの家を借りてあの病人を一人で寝かしといたんですそして病人がいよいよダメで口もきけないということが分かってから医者を呼びに行ったのだなそうですでも 僕が病気を悪くさせたのではないですよ。だが君は病人にウイスキーか何か飲ませやしなかったかそんなことまでわかりましたかと彼は額に油汗をにじませながら言った。実はあの病人がとても回復の見込みはないからこの世の思い出に好きな酒を1杯だけ飲ませてくれとせがむもんですから。 ブランデーを一杯飲ましてやったのです。ところが、やつは、ひどく喜んでお礼を言っていたかと思うと、急に昏睡状態に陥ってしまったのです。では、その男は、まだ生きていることになっているんだなそうです。選挙が済んだら、間違いを届け出て訂正してもらおうと思っていたのです。では、 その男のの男は分かか。っているのか僕がその男を家へ連れてきた時大変喜んで死骸の始末だけしてくれと言って僕に身元をすっかり話してくれましたそんなことを届けてたら君は大変な罪になるぞと私は少し考えるところがあったので脅してやった彼は。 またた。のように青くなったこういう荒くれ男が青くなるのは見ている者には実に愉快なものだだがと私はすっかり勝利者の優越感を味わいながら言った「君が素直に白状したから僕はこんな問題を警察沙汰にしようとは思わん」と言って死んだ男を生きたことにして 生きている僕を死んでしまったことにしておくわけにはいかんからこれは僕から届けて訂正してやる君は善と優位の青年だもう二度とこんな悪いことをしちゃいかんぞ君の一生を今棒に振らせては気の毒だからその死んだ男の戸籍を僕に渡したまえ僕の方からそっと手続きを済まして君の名は出さずにおいてやる 彼は私の寛大な処置に非常に感謝して本箱の引き出しから紙切れを取り出して私の方へ持ってきたこのことがあってからもう1年になる無論私はいまだにそのことは届けていないのだ玉村は私の方ですっかり手続きを済ましたものと思い込んでいるから彼の方で届ける気遣いはない こうして私は死んでしまったのだ。そして今でも死んだことになっているのだ。私には墓場もあれば死亡届も出ており、医師の診断を経て死体は落合の火葬場で焼かれて遺骨は先祖の墓に埋められているのだ。すべてが少しも手続きの上の違反もなく、手落ちもなく。 私のの死を証明しているのだ。私は今では私自身の皮肉な位置に慣れてしまって気味悪くも何とも思っていないだがもし私が滞在を犯して死刑にでもなるとしたら裁判官は一体誰に死刑の宣告を下すだろう死んでしまった私に もうう一度死刑を宣告するだろうか。もし私が何かの罪で逮捕されるとしたら判事は誰に向かって令状を発するだろうか骨になって埋められている私をどうすることができるだろう私に恋人ができて結婚するとしたら彼女は火葬場の になった私を花婿として抱擁するだろうか」。